はい、今回の動画は今すぐ見直したい LINE の設定ということで、友達以外からのメッセージを拒否する設定方法をご紹介します。で、 LINE をですね使っているとですね、知らないアカウントからメッセージがね届くっていうことがあって、まあ、単純にですね企業の広告とかであればね特に問題はないですけども、ただ場合によってはですねウイルスなんかをね含んだメッセージが届く可能性もありますんで、まあ、そういったメッセージがねこうちょくちょく届くということであれば、友達以外からのメッセージをですね受信拒否にすることができます。それでは早速その設定方法ですけども、まずはねこの設定の画面を開いてもらって、この中のこのプライバシー管理というね項目のところをタップします。はい、そうするとこの中にこのメッセージ受信拒否っていうね項目があって、まあ、その下にも書いてありますけども、こちらをねオンにしておくと友達以外からのメッセージの受信を拒否しますということで、拒否したい場合はねこちらをタップしてオンにしておくといいと思います。まあ、こちらの設定はねもう絶対にオンにしといた方がいいというものではないですけども、まあ、友達以外からのメッセージがですね、まあ、ちょくちょく届いてねちょっと嫌だなといった場合はですねオンにしておくといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。